徳島大学企画のテレビ番組のご紹介でございます第6回特大発空飛ぶ車エアカーの開発ということであのまあ、ケーブルテレビ徳島さんのご協力をいただきまして、えー、来週27日の月曜日もですね11時からと20時から、えー、地デジの12チャンネルケーブル12で放送されますあの空飛ぶ車に関わっていらっしゃる、えー 三輪先先生生、と山中先生お二人に学生のリポーターさんと私がお話を聞く、まあ、30分番組ですけれども三輪先生はもともとドローンの研究をやってらっしゃって水の中とそれから空と両方併用のドローンを研究されたりしていましたから山中先生は普段はこう道路を普通の車として走ってそれが災害時などに障害物があったら そのタイヤがですねプロペラになってヒュッとこう災害物を飛び越えて飛ぶという、まあ、そういう車をあこれです、ね、あの今まだボディはつけてませんけどこういう車体で今あの組み立てておられますあの、まあ、この,あの車のソフトのところをそのドローンの研究の三輪先生がしっかり関わられて、まあ、2人で作り上げようということで今研究を進めておられます。 今年度中ですから来年3月までに車体を完成させて実験をやりたいということを番組の中でも話しておられました。はい、で次回以降なんですが今年の7月からこの放送を始めてまいりましてあの次回第7回なんですけれどもこれはあの社会産業理工学研究部の宇都先生にお話を伺いますけれども。 宇藤先生はもともとがんとか老化を抑制する研究をされておられますけれどもそれに加えて最近は藍染めの藍ですねあの藍から色素を抽出されることに開発に成功されましてその色素を使っていろんな 応用商品を展開するまあ、そういうあのベンチャービジネスも立ち上げておられます次回は宇都先生にお話を伺うということになっておりますまたぜひご覧いただければと思います